ボーバーグ研究所は人文科学を専門とするロンドン大学の付属研究所で巧妙な美術史研究者だったアビバールブルクによって設立された。ルネサンス期の文化史、精神史に関する研究で知られ、特に20世紀の美術史学に大きな影響を与えた。この研究所は1921年、すでにルネサンス美術の研究家として知られていたアビバールブルクによって、 ドイツのハンブルクで創設された。裕福なユダヤ人銀行家の一族に生まれた。彼はルネサンス美術と向き合う際に精神史と文化史を融合する独自のアプローチを開拓し、その研究のために膨大な書籍や資格資料を収集していた。これを友人のフリッツ・ザクスルに委託公共の研究機関として開放したのが現在のウォーバーグ研究所の母体となっている。 図書室を中心とする、この組織は、バールブルクの死後も活動を続けていたが、ナチスの台頭とともに存続が危ぶまれるようになり、1933年、6万冊に上る蔵書や資料がロンドンにへ移された。1944年からは、ロンドン大学の付属研究所の一つとして運営されている。現在35万冊に上る蔵書は一部の、 気象図書を除いて、開花書庫に並べられており、研究者には無料で開放されている。蔵書は、バールブルクがハンブルクで進めていた収集方針を踏襲し、美術史関連から政治史、社会史を含めたあらゆる人文領域の書籍が収められている。また書籍に加えて、バールブルクが残した実質のメモや、原稿類、彼が収集していた写真、 版画などの資格資料コレクションも保管されている。現在は研究者の保科書やアーカイブスの管理、担当者を置き、学術誌の発行や幅広い題材を扱う講演会、シンポジウムの開催、若い研究者のフェローシップ主催など、芸術学の振興拠点として活発な活動を続けている。ウォーバーグ研究所に集まった研究者たちは一つの雑誌や、 学会だけを舞台に活動していたわけではないが、その関心領域や研究手法には創設者のバールブルクの影響が色濃く残っているとみなされることが多く、バールブルク学派などと呼ばれることがある。初代の研究所所長、フリッツ・ザクスルによれば、創設時の研究所の目的は、古代世界が囲碁の西欧文化に与えた影響の本質とその電波経路を解明することだった。 とりわけ15世紀イタリア美術に現れた様々なイメージを当時の人々の精神生活のうちに再現することが目指され、そのために当時の文学や進学、哲学、さらに社会や経済まであらゆる要素が交渉可能な文献から動員された。ブルクハルトの文化史研究の経譜に連なる、こうした関心の広範さ、そのために動員される、 方法論の学際性といった特徴は、その後の研究所での活動を方向づけて様々な成果を生み出した。特に美術史学においては、創設当初の研究所と深い関わりを持ったエルビン・パノフスキーが、現在でも美術史学の主要な方法論となっているイコノロジーの体系化を推し進めた。以後も E.H. ゴンブリッジやルドルフ・ウィトコアー、レイモンド・クリバンスキーなど、 20世紀前半の美術史学を主導した研究者たちにウォーバーグ研究所とつながりのある名前は数多い。とりわけルネサンス精神史研究で知られるフランセス・イエーツの著作群には図書室をはじめとする研究所の蓄積が大きく貢献している。近年のウォーバーグ研究所ではイスラーム世界をテーマとするシンポジウムをたびたび開催しており、イスラーム圏から研究者が参加した。 イスラームとイタリアルネサンス4から10世紀のアラビア哲学2008年のように対象とする地域、時代の幅広さや学際性といった研究所当初の気風は今でも受け継がれている。ありがとうございます。